今日はいよいよ旅の目的地、一番メインのエッセンモーターショー、この内部に潜入したいと思います。無事チケットも買えましたんで、ちょっとこれで中に入ります。で、会場自体はこのメインの1、2と、あとこうぐるーっと3、4、5、6、7、8ってもうかなり大きい規模でやってるみたいなんで、ちょっと全部撮って、まあ、ちょっと見どころを編集してお届けしたいと思います。いきますよ。はい、寒い、エッセン真冬でございます。それでは H&R のブースをお届けしたいと思います。 H&R はなんかエッセンのスポンサーにもなってるみたいなんで、ブースがもうとにかく大きい、そしてめちゃくちゃ豪華です。で、こちらは、アプトの A1 ですね。なんかコンセプトカー、限定というか1台しか作ってないコンセプトカーみたいです。すごいエアロついてますね。で、6ボットのブレーキとホイールも19インチセンターロックのものがついてますね。で、内装も全部張り替えてあるみたいです。そしてスモークで中見えないですけど、シートとかも全部張り替えられて、ワンオブワンって1台中の1台書いてありますね。すごいこれ。で、H&R のブースってことで、H&R のスプリングが入ってるみたいです。で、マフラーも専用の DME のチューニングもしてあるみたいで、400馬力かな、407馬力ぐらい出てるみたいです。もうすごい写真撮られまくってますね。すごい。で、そしてやってまいりました、マーソリー、グロノス。すごいねこれ、本物初めて見た。すごい、もう度肝を抜く見た目と、これラッピングかと思ったら全部ペイントなんだね。これだってつなぎ目っていうかあれがないよ。で、このここまであれになってるんだよね、ホワイトになってるんだよね。え、これラッピングかな、塗装だよね。このカーボンのところのこれがあれだもんね。ちょっとわかんないな、触るわけにもいかないしな。見てこれ、しかもドアノブがだってフラットになるぐらいドア分厚くなってるんで、すごくない？ワイドボディになってないでしょこれ。いや、なった。なってるんだ。あ、そっか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 。だからこれが出てるからここはそんなに大きく見えないけど、実はものすごく出てるんだ。すごいね。あ、そっか、スペーサーこんなに入れてんだもんね。だってすげえ。フィリップレインっていうのが靴作る。ああ、そうなんだ。へえ、詳しいね。カバンとか。へえ、リアバンパーもすごい造形。前めっちゃかっこいいんだよね。赤いこうライトっていうかシュンシュン。ボンネットもすごいん、これ。これ。ていうかマンソリー、これも違うんだよね。ここもカバーであれだよね、マンソリーのパーツなんだよね。
これとか光るようになってるのもしかして。すごいね、ボンネットも。すごいな、マンソリー。かっこいい。もうさっきからもこっちも写真撮られまくってますね。そしてプリオールデザイン、これもすごいっすね。見てこれ、めっちゃワイド。これも H&R で、っていうか H&R のブースすごいよね。もう異様な光景になってるよね。ボリュームがすごい。でこの辺もあれかな、プリオールのエアロキットかな、下もすごいね。これディフューザーも、で全部ブラックアウトされてて、なんかこうサイズ感が伝わらないかもしれないですけど、ものすごく大きくなってますベタッとね。すごい。アメタンはもちろんちょっと少なめ、ただロティフォームに限っては別格だね。ロティフォーム、ちょっとこれからブース行きますけど、ロティフォームのブースはもうとにかくすごい。多分ね、アメリカより履いてる車多いっすね。でも本当に若い子にかなり刺さってるみたいで、若い子がもうカウンターで多分なんかいろいろ相談したり聞いたりとかっていう。でもう展示してるのも、まあブース的には結構コンパクトなブースなんですけど、ものすごいホイールの数で展示してます。でさっきからもう人だかりでカウンター常に、あ、 YouTuber もなんか今撮影してるね。すごいです。またすごいの発見いたしました。先ほどのプリオールの同じプリオールレースでございます。これ中も全部やったんだよね。すごい。残念ながらちょっと入れないんですけど、内装も全部、これクロコダイル？そうですね。すごいね。全張り替えでしょ。コンソールとかもだって全部張り替えてる。ダッシュボードも。悪もんじゃん。ここもかっこいいっすね。すごいね。一応ここのフロアはチューニングメインのフロアみたいで、もうホイールとかエアロとかその辺が多いですね。チューナー系がいろいろ出展してる感じです。あったあった。なんとこちらはアプト仕様になっているパトカーです。どちらだろうね。パトカー仕様になっているアプトかな。これも、20だっけな、20インチですね。とアプトのマフラーとエアロとエンブレムとこのコラボ。これ日本だったらすごいよね。なんか警視庁となんかチューニングメーカーみたいな。これもかっこいいな。でもニスモとフェアリディ Z とかあるじゃないですか。いやでもそんなゴリゴリのチューニングカーのパトカーじゃないじゃん。これもうゴリゴリのチューニングカーじゃん、もう。RS4 いいね。グリルの枠も全部カーボンなんで、全部ブラックアウトされてます。すごい。あ、花か。インテリアも。あ、インテリアもアプトだね、やっぱり。すごい。ブースっていうかその建物の規模的にはオートサロンよりちょっとちっちゃいかな。一つ一つのブースっていうかそのフロアは。でそれが8個ぐらいあるんで、まあ、規模的には大体オートサロンと同じぐらいじゃないかなっていう感じです、僕の感じとしては。ただそのまあオートサロンもそうですけど、一応そのフロアごとに展示内容を分けてるんで、もう全然客層が違うよね。もう本当に若い子がいっぱいいるあのフロアとか、ちょっと年配の方がこう落ち着いて見てる感じのフロアとか、モータースポーツのフロアとか、かなり見やすいですね、会場自体は。で結構広く取ってあるからね、いろいろ。あとね、物販が多い。多い。とにかくなんかこうブランドってあったら必ずキャップとか T シャツとか、なんかこうファンがこう増えそうなグッズがかなり。でまたそれ着てる子がねかなり多い。それこそフーニガンのやつとかもう着てたりとか、やっぱりなんかそのそういうのも含めて、ライフスタイル含めて、なんかこう車の文化がこう根付いてるなっていう感じしますね。で特に若い子なんかはもう本当に日本のその
シャコタン、あのハの字つらつらみたいな文化とか、あのアメリカのノリがもうものすごく入ってきてるね。でちょっとその上の年齢層になると本当にチューナーとかクラシックカーとかレストアとかそういうのがかなりあの現場で感じ取れる感じです。そうそうそう、こういう風にもうみんななんかお姉ちゃんだって T シャツとかキャップとか自分の好きなブランドのパーツくっつけてアパレル着てキャップかぶってみたいな。でこの辺はもう多分若い子に刺さるチューニングのパーツとかそういうのが多いみたいで、もうなんかフロアに流れてる音楽も結構大きめで、ホイールもちょっと攻めた感じでベタベタ。これなんかすごくかっこいいじゃん、色いいね。でね、ヨーロッパは本当色が自由っすね、本当に多い。で定番のそのナルドグレーとかソリッドのグレーとかも多いんですけど、もう本当に緑とか赤とかもう青とか、そんなのめちゃくちゃアメリカ通りっす。そうだね、だからもう本当にアメリカの影響を受けて若い子が作ったって感じだね。すごい。 M3 もベタベタだからね。あ、カーボンのすごい。やさせ屋さんか、これすごいよね。これも何気にロジボーブっていうね、おなじみイベンチュリーがやってきました。ツーリング存在しない M ツーリングにしてるんです、はい、あの今イベンチュリーのブースに来て社長さん、あのセマの時もお会いしたんですけど、ちょっとお話聞くことができて、この2台が今イベンチュリーのデモカーみたいです。でこれすごいのがこれ見てください。 S3 のヘッドライトコンバージョンキットってレース用の部品なんで行動使用はできないみたいなんですけど、一応ここからもう全開でこうエアを取り込んで、まあ、サーキットとかする人に向けのパーツで、こっちのスープラもデモカーで、それのキットを今作ってるみたいです。で狭で確かなんか見た気がするんだよねっていう、と思ったらなんか狭で使っちゃって部品がないんで、一応明日完成するらしいです。なんで明日そのままつけちゃうのかな、わかんないけど、明日声かけて撮る。まあとにかく、そういうのもやってるみたいです。でなんかトゥフってトゥフ TUV、ドイツなのかな、ヨーロッパなのかな、 EU の規格、ヨーロッパのその規格もちゃんと通ってる、あのしっかりしたものなんで、ドイツでめちゃくちゃ今人気があるみたいです。はい、続きましてこちらスープラ RSE ロデュオーも入ってます。これキャストモデルなんで、確かすっごく安いっていうか手頃な価格なんだよね。この履き方いいね。これ19かな ?20 かな ?20 じゃない ?20 かな。サイズがわからん。まあでも両方あるからね、いいんじゃないですか。まあ中 Z フォームだからね、152で、まあ、チリのやつもあります。いや、こんなのシンプルですごくかっこいいと思います。はい、いいね、これいいよいいよ。あのここなんか張り替え、内装とかハンドルとかの張り替え屋さんですけど、ちょっとあのいろいろこう見てきちゃってるんで、っていう感じですね。ちょっとそう、あんまりこう良くないけど、ちょっと正直に言うとやっぱりちょっと怖いですよね。チューナー系だったら絶対ない、ね、そういう感じもやっぱりあの正直に、はい、ありのままをお伝えしますので、このチャンネルこういうとことかね、はい、
多分動画続けて見てもらえれば、テックアートの方法とか比べてもらえば分かるけど、やっぱりそういうとこなんだよね。だからまあそこでもういいよって言うんで言われちゃったらもうそれまでだけど、はっきり言ってこんなパワー使ってないじゃないですか。大体ここ端っこを塗ってこれくらいになっちゃってる。それくらいそれくらいかかっちゃってる。そういうとこなんだよな。革の質もね。だまあどこまで求めるかによってその全然違うんだけど、やっぱりそのすごく最高級のものと手軽なものと、やっぱりそういうのも垣間見えちゃいます。両カメラマン刺さっちゃった車。